例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。何度となく見る夢の中にいる自分を何度も見ているんですから、夢の中身はお見通しのはずですよね。その中にあって、次はあれが見えてくる、であんなところに出るなんてね。でもその夢が本当にそれで終わりかというと、そうでないこともあるらしいんです。そしてその夢が現実の世界と交差する不思議な世界だとしたら、その結果は知らない方がいいのか、それとも知っている方がいいのか、これはそんな夢と現実の錯綜する中で起きたお話なんです。これは一般の奥さんからいただいたというか教えられた話なんですけどね、この方が、旦那さんの仕事の関係でもって転勤されたんで、自分もその他の都市へ行ったわけですよね。行った新しい都市ですから方向わかんないわけですよ。西も東もわかんない。ただそのどの辺行けばスーパーマーケットがあって、どこに何があってっていうのはわかるわけですよね。でまだ行って間もない頃なんですが、どうにか自分で買い物はできるようになったんですけど、ところがその頃から必ず同じ夢を見るっていうんですよね。で自分としてはこれ夢だと思えないような気がするんですよ。それどういうことかっていうと、夜中になると気がつくと自分は外にいて、で黙ってその昼間買い物行くその道を歩いてるんだそうですよ。しばらく行くと踏切があるって言うんですね。で踏切とこまで行ってふっと気がつくと、その向こう側に誰かが立ってるって言うんですよ。で夜遅い時間ですから電車も何も通らないわけで、踏切を渡ろうとは渡れるんだけど、なんか渡るのが嫌だった。ただ向こうにあるぼーっとした範囲はじーっと自分を見てる、ただそれだけのことなんですよね。ところがそれを何回も何回も見るんだそうですよ。で実際にその踏切もその歩いていく道も現実自分が普段歩いてるのと全く同じだったんですよね。夢の中とは思えないって言うんですよ。でなんであの夢を見るんだろう。それで私の方をじっと見てる、一体あれは何なんだろう。どうもそれが生きてる人間とは思えない、意味がわからない、そういうことはずっと続いたんですよね。である日考えたんですよね。そうだ、今度もしあの夢を見たらばついていってみよう、そういうふうに決めた。で夜寝るときに、よし今日はあの夢を見たら絶対ついていくぞ、絶対ついていくぞって決めて寝た。ただその日やっぱり夢を見たんですよね。気がついたら家の外にいて道を歩いてる、そのいつもの夢のパターンですよね。ずっと歩いてる。でしばらく歩いていくと踏切が見えてきた。ふっと思ってみたら、案の定向こうで立って待ってる人がいるんだそうですよ。いつもは立ってるだけなのに、その人は自分を呼ぶような格好したってんですよね。まるでついてきてというように、よし今日はついていこうと思ってついてったってんですよ。そしたら踏切の向こう側をスーッと歩いていくんで、後から行くと横に曲がって坂道上がってったんですね。ああ坂道上がっていくなーと思って、とっとっとっと坂道上がっていく。ほんと横丁また一つ曲がったんで曲がってみた。ほんでもう一回曲がったんで曲がってみると、そこが大きいお墓だったんですね。墓地へ入っていくって言うんですよ。あれーと思ったけど自分ついてった。墓地の中ほどまでついてったらふっと消えちゃったって言うんですよ。あれどっち行ったんだろう、おかしいなーと思ったけど帰ってきたんですよね。もちろん朝目が開いた時には布団の中ですよ。私は夢見たのかな、だけど本当に行ったんだけどなと。それでは一つ昼間行ってみてみようかと。それでいつものように道を歩いて踏切まで行ってみた。そうだそうだ、ここだったなと。でその昨日歩いたと同じように行ってみると、曲がって上り坂になってる。え、自分は越してきて間もないですから、そんなに知らないわけですよね。なんだ昨日と同じじゃないか、あるじゃないか現実に、行ったら何なんだろうと。ずーっと坂道上がって、一回曲がる。曲がった。また曲がる。ちょっと目の前に広い墓地が広がる。あ、墓地があるじゃないか。じゃあ私は一体何見たんだろう。現実私はここ歩いたのかな。で、お墓の中央ぐらいまで行ってみた。ここまで来たんだよなーと思ってた。で、キョロキョロ周りを見ていたんだけど、別に何ってこともないし、一体なんでこんな夢見るんだろうなーと。で、何気なくそばのこの墓石見たらば、端っこがそこ欠けてたんで、あら、これ欠けてるなと思ったって言うんですよ。で帰ってきたんですよね。それから何日かしていつものようにごく普通に買い物行って、その踏切渡ってね、近くにあるとスーパーで買い物した。スーパーの中はですね、人でごった返してましてね、忙しい時間なんでしょうね。で、彼女の方もですね、あれだこれだ物探してと、なんか向こうでもって自分の方にこう手放して声をかけた人がいるんですね。え、
見るとあちらの方でこっちに懐かしそうな顔してる女がいるんですよ。行ってみると懐かしい幼馴染の女の子、いやもう今もちろん大人になってるわけですが、その人がこちらにニコ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 笑いながら、わあずいぶんしばらくね、いやーしばらくね、まあ、聞いてみるとこちらに越してきてる、自分もこっちに越してきたね、いや縁というものは面白いもんだなってんで話がどん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 盛り上がったんですが、そうするとその幼馴染の女の子、まあ、その奥さんが、あ、いけない、もう時間がないから私帰らなくちゃいけないわ、今度は一度遊びに来て、ねえ、ねえ、知ってればよね、ええ、で彼女は言っちゃった、別れて家帰っちゃった。でも考えてみたらその幼馴染のうちなんか行ったことは一回もない、でも知ってればよねって私に感じ、ええって言ってしまった。あれと思いながら台所の仕事を始めた。その時にん？思い出した、あの夢に出てくる踏切の女、あの女なんですよ幼馴染は、紛れもなくその幼馴染なんですよ。え？知ってるわよね、もしや、そう思った。日を改めて墓まで行ってみたんですよ。なんでここで消えたんだろうなと思いながら、見るとはなく端のこけたその墓石を眺めてひょっとこ見たら名前が彫ってある。名字は変わってるけど名前は間違いなくその人で、年齢も自分と近い年齢で亡くなってるんですよね。たまたまご住職が来たんで聞いてみたらば、あ、ここからすぐ近いところの奥さんで亡くなられたんですよ去年。こういう人ですよねって言ったら、そうです、夢に現れたのは幼馴染だったんですよね。偶然同じ町に自分が越してきたもんだから懐かしくて呼んだんでしょうねきっとね。そういう不思議な体験をしましたよって教えられましたね。